エッチな光は見たいですか。はい、どうも早朝系 YouTuber のつくりたてです。エッチな光、エッチなスピーカーの光やろって言ったねんからお前。ロールのスピーカーあれエッチな光にしたやろお前。5 一気に来た。3 2 1 0。おお、あれしたけどもな、あの本当にこれあの背中に入れ墨入れたみたいな感じでさ、はい、自分じゃ見れんわけよ。わかる？はい、悲しいですね。いや、止めたところは見れるよ、はい、走ってる姿は一度も私見たことないんですよ。社長に撮ってもらった、そうそうそう、あれだけ、あの動画だけやったんですね。うん、だからいかに自分がどう見られたいかを知りたいわけよ、俺っていう男はね、はい、俺が運転できんわけよ、ローレル、もう俺がもう見るってことは、はい、やろ？だから俺のローレル運転してもらって、違う車で俺はそのローレルのスピーカーを見たい。どうかよ。俯瞰で見るってことですね。俯瞰で見るってことは大事よってことで、やってきてくれましたよ、横島さん。おはようございます。どうもね、横島さん、もう年内最後です。ああ、そうですか。もう年末でございます。楽しみでした。スピーカーはね、見たかったんですよ。生で見たかったけど、見れませんから。そうか、横兄さんがローレルを運転、うん、そうだから、行きは俺が、見ますから、帰りは横兄さん見てください。わかりました。俺もカロッツィアとかスピーカーつけてるから、つけてますよね。佐田くんもめちゃくちゃ羨ましかった。こんな明るくなるのと思って、はい、あの有機ゲルですから、あれ見たかった。世界一綺麗な緑ですからね。世界一綺麗な緑が見たかったよ。生で見たかった。本当にあれはもうマジで俺も見たい。はい、ってことで、だからもう今日も大根太い。あ、いいね。多分不良の政治したら大根太いやけど。あ、そうなんすね。多分目立って仕方ないっちゃないぞーっていう。イベントじゃないのにイベントみたいな仕事するから。イベントみたいなのやってるから、目立ってしゃあないと思う。紫って緑やけどね。まあ、色がいいやん。そうなのよ。なかなかないよ。あの色ないですよね。現代じゃ見ない緑ですよ。そうなんで、特に夜はローレルはそんなに目立たないんですよ。でも紫だってやっぱ黒っぽいから、そこは目立たない。やっぱこう緑の方が目立つ。ただ私、後ろが緑なんで。ということで、だから年内最後にね、皆さんにお見せしますから、わ、それで締めくくって来年もよろしくねって、見たかったと思うよ、ローレル走ってるところって。高速道路とか、ベイブリッジの上とか、ああいうところをローレルが走るってやっぱ見たいと思う。ナイトライダーです。あれ？チカ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 ってやつ、はい、僕も見てました。やろ、はい、それ言ってんねやか。だから綺麗な緑をお見せしましょうってこと。あ、できますか。はい、僕らは行きましょう。ゴー皆川角度。やばすぎるやろ。マジであれ、あんななってんの俺のローレル、はい、はい、やばすぎんな。あ、うわぁ、かっけぇな。もしも自分が違う車で乗ってて、違う人があのローレル乗ってた時の、はい、おいっていうのを見たいわけよ。ジェラシーを焼くかどうか。ああ、焼き餅焼いて、焼き餅焼くかどうかよ、やっぱり。なるほど。あ、いいね。前のやつ悪いね。どんなやつが乗ってんのって思うよね、これね。いやー、VC やね。やっぱいい緑ですね。あれより綺麗な緑を出せる人があったら招待状ちょうだいやって言いたいぐらいやから。ほら、あの信号の緑よりも綺麗やもん。やろ。なるほど。そう、 あんなに明るくしたらいかんのよ。逆にあのスピーカーって、あ、後ろの人の目を眩しいって思わせるあの光はダメなのよ。有機イエロー何度も思わんやん。これ結構さ、周りにさ違う光も入ってくるやん。信号機の光だとか、はいはい、高速に行くとその信号の光とかがないやん。高速道路入ったらもうこっちのもんチャンネルやん。こっちのもんチャンネル、トンネルなんかたまらんと思うよ。だからあえてトンネルのある方向を私選びましたから。だいぶ太来た来た来たよ、高速道路入りますよ。いいですね、この光が逆になくなっていく感じ。ブイブイシー、ブイブイブシー、ブイブイブシー、ブイブイシー、ブイブイブシー、渋いやろ。本番こっからやけん。ほら、暗くなってくるよ、信号の光がなくなりますからね。輝いてますね。どうよ。うわっ、この角度もかっけえな。これだったー。余ったもんじゃねえな、おい。
ところしか見たことなかったけど。この角度やばいっすね。こういうのさ、このさ、これあ、この角度。変えてなってきてんね今俺。いや音にこだわりだし、音にこだわりだしてるから、いやそれはもういつかやりたいと思ったわけやから。うわしんどいな。いやたまらんな。うわちょっとゆっくり見たいもんね動画を。俺まずこれ見たから多分酒飲めると思うよ。いいな YouTube って。こうやってなんか、ね、記録として残しておけるわけやもんな。へーどおおじさんが必死にしゃべる。えらいはしゃぎようじゃないですか。おじさんがな。いや僕と佐田さんは、うん、まあその見て興奮してイエーイなんて叫んでたと思ったら、横にさん縦揺れでしたよ。もう最高だった。チェイさんも最高でした。ローレル何がいいかってやっぱりそのケーキ類が最新型になっていった、うん、メーターとか。そしてやっぱスワップしてる RB のターボがやっぱすげえいいのよ。NA のこのマフラーの音っていいと思うけど、俺からしたらターボのブローフバルブのプシューって音も俺はいいのよ。逆にだから俺も介入に行きたいですけど、ターボを切らなきゃダメですよ。だからね、これはどう悩ましいでしょ。踏んだ時にシュー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 っていうのも俺は好きなの、ターボのね。これ、ローレル本当70年代の車じゃないと思う。乗っててね、あの S13 のシルビアとかあそこら辺乗ってるのと変わんない。めちゃくちゃいい。よいしょしないから、いいもんはいいから。本当ね、バランスいいんだと思う。なるほど、何のストレスもないもん。それは佐田君が普段の足にしてたっていうのは分かるでしょ。分かる分かる。俺自分のスピーカー見てついてるのか分かんなかったもん。あれこれがこれカロッテリア、もう色薄すぎて、あれ、ね、と思った。ゆっくりですよ。次ちょっと車入れ替えてもらって、はい、そうですね。スピーカー俺も見たい、俺もやっぱこう自分が運転してくるのを撮ってほしいから、次宇野君こっち乗って、あ俺撮ってくれ。なんかさ自分の車、はい、走ってるのに新鮮だね。めちゃくちゃ新鮮。めちゃくちゃ新鮮。俺もそうなんか、いや俺の車なのに横にが乗ってるし、ほんと俺こんなさ長時間走ってるの見たことなかったから、俺のチェイスは音いいなみたいな。トンネルの中でさ追い抜かれた時の音やばいよ。バーンそう、その音で、それを聞いてるかと、この音って。
しずれ行きたいなっていう話です。いやね、だからこれ本当さ、切り替えれないじゃん。もうエンジンほら今日は交換になっちゃうからね。そうなんですよ。どこ交換するかだよ。そうなんです。もうターボがあるないじゃやっぱえらい違う、ね。ターボがあったらやっぱタコ足であの出ないですよ。そうそうそう、だからもうターボなしにしてタコ足入れるか。それをやってるタコスカの人がいたからそれに乗せてもらったんですよ。それはそれでまた遅くはなるよとは言ってたから、ね、スピードは、まあね、そこまでそのねレース出るあれじゃないから、うん、だから俺のはシングルカムの M 型エンジンだから、うん、RB の方がもっと遅いんじゃないですか。高しければね、うん、ジンカムだしね、うん、RB のオースです。来年はそうやな、デメキン走り。ああちょっと、あ、そうそう、俺あの帰ったから、あのみんなと話してきたの、ね、うん、まあ、とりあえずみんなも忙しいから、はい、年末もちょっとやっぱ忙しいし、みんな決算やし、なんだな、あ、だからまあ一応理想は3月、1月2月はやっぱ寒すぎるから、おじさんやからみんなタバコ吸うし、はい、ちょっとぶっ倒られても困るから
3月目安で、はい、帰ろうって言って、行きたい行きたいっていうやつがやっぱ多いから、うん、紹介だけで1本取れちゃう、まあ、全然そうだ、漫画と照らし合わせなっちゃう、イベントの音しますよ、最高、パッ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 、ああイベントで行動してるね、ギリギリの音ですから、ギリギリのギリギリの音で、あれもいい音でしたよ、快音でしたよ、いろいろ自慢し合うというか、やっぱね、俺のスピーカー見てよ、俺の音聞いてよみたいな、うん、バイクと一緒だね、車も本当に一緒、やっぱ男のカスタムは追わないんだよ、あ、永遠にね、はい、何が好きかってやっぱ形が好きだから、いや本当、横にも長かったっすよ、チェイさん、はい、長えな、本当画面入んないかと思いました、長えな、かっこよかったっすよ、色がホイールもかっこいいし、スカリムやし、これフロントも深いから、ね、そうですね、リアが深いのは分かるんですけど、フロントは深いっていうのがやっぱいいのよ、大国とかさ、見ててうっとりしたよね、うん、いや、あの辺とやっぱ旧車とかやっぱ合うんだよ、合いますね、やっぱ大国のね、やっぱ横浜って独特だよね、あの景色のあの、あそこかっこよかったよな、ベイブリッジ、あそこ最高だったよな、最高ですね、改めて宇野くんに見せてもらったけど、あれ最高ぞ、あれバイクもいいけど、あそこ車出すのかっこいいですね、なんかちょっと車の方に傾くよ、バイクもいいけど車もいいよねって、まあ、だから来年もね、怪我のないようにやるよっていうことよ、はい、だからもうそこ見てる人ね、歯磨きよってやからかとうちゃんな、風呂入って歯磨きよって、それだけ虫歯になるぞって、はい、な、それだけよ、良い音しようってことで、ここで本日のこともありがとうございました、ありがとうございました、じゃあまた見たらね、来年も1年怪我のないようにということでね、はい、あ、終わったこれが年内最後と言えど、結局あれがあるか、毎年恒例のお前が何発食らったかのやつ、ナグナグン衆が、ナグナグナグがあるか、明日ナグナグン衆ご覧になって、歯磨いて、ね、ちびっこ、お休みしてください、はい、ね、いい正月はありますように、はい、良いお年をですね、そうやな、はい、じゃあ歯磨けよ、カトカトおー、終わった、ちょっと待って、徳川新さんじゃない、